ここでエンディングが分かれるのかな。A2 かな。うわ、マジ危な。イコラ、私が使わないものを。待って、なんハッキングされた。待って待って待って、これハッキング失敗したらどうなんの。ダメージ受ける、ダメージ受けるのね。そんな痛くない。ああ。ハッキングにより機能低下。推奨。夜破棄隊ダイエースの破壊。ああ。勝てるわけないじゃん。どうしたらいいのこれ。無理だよ。動けないよ。ああ、無理。無理。これどういう風に動いてんの？ちょっと、どう、これはちゃんと動けてる、これちゃんと動けてるけど、これ動けてるけど無理。ポット、9Sの論理回路を修復する。了解。そうだね、そうだね、そうしよう。ナイスだよ、A2。9Sを汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。夜破棄隊 A2。この先に9Sのコアデータが格納されている。うん。報告。ウイルス汚染が深刻で、除去は困難。いや。一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できない。私は夜破棄隊支援随行ユニット、支援している夜破棄隊 A2 に害を出す行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。ああ、一緒なのね、ここ。なんかがまた曲が泣けるんですけど、どうしちゃうの？何するの？すごい遠い。なんか本当に、あれ？ぐるぐるしてる？あ、大丈夫だった。本当になんか命もないのに殺し合うんですね。命どころか何の意味があるんだろう。ここがコア？9Sが倒れてる。私が全部。ポット、9Sを頼む。A2、君は？私はまだやることがあるから先に行ってくれ。了解。
ナインエスは分かってくれるのかな、A2 の思いを。すまないな。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。みんな今行くよ。珍しいね、上から流れてくるって。これ何語なんだろう。ドイツ語？ミーニングレスコードって書いてあったのかな。意味がないコード？というわけで C エンディングだったみたいですね。なんか本当にニアオトマダすごいすぐに感想が出てこなくて申し訳ないです。一気にやっちゃったんですけど、すごいゲームだね。これはちょっとなんか最後までわからないかもしれないけど、ちょっと噛み砕くのに時間がかかるかな。なんか自分たちを作ってくれた人がいない、親がいない、そこからどう自分が行動するかって自分次第だけど、そこで本当に自分が行動することで世界が変わっていくっていうか、なんかそれでもみんな人類を真似てそこに戻ろうとするっていうか、何なんでしょうね、その見えない意志っていうのは。自覚はあったのかな。いや、なさそうだよね。でもなんか暴走し気味な
9S をいい感じに言いくるめたりしてたのは、まあ任務のことが根底にあったのかもしれないけど、システム的にね。けどやっぱりそこでもちゃんと優しかったのは 2B だから、 2B だったからって思いたいな。美しき世界。トゥミーの剣とポーチ？ 9S のポーチもしかして。チャプターセレクトが使用可能になった。タイトル画面またはアクセスポイントから選択できる。デバッグメニューが使用可能になりました。デバッグメニューって何？操作すると再度セーブデータをロードするまでセーブ機能が使えなくなる。デバッグ部屋が使用可能になりました。何？あ、デバッグ、ん？どういうこと？重装アーマー A、B、ゴーグル、ウィッグ。ああ、挑発にできるってこと？機械生命体研究報告書。変な女レジスタンスに新機能追加。ああ、かぶり物してる人？っていうことは、やりそびれたクエストができるようになるってことかな？あ、ここセーブしちゃってよかったかな。結構かかったね。 C エンディングまで。ちょっとロードしてみる。デバッグ部屋、デバッグメニューを使用して敵を自由に配置できるっていう意味がわからない。チャプターセレクト、クエスト進行率がある。わかりやすい。ああ、共通とか、やっぱ 9S だけじゃ、あ、そっかそっか。なるほどね。デバッグ部屋って何？うわ！フラグツール、簡易モデルセット。へえ、99ある。これを、あ、出てきた。セット、床にセット。ほう、出てきた。この曲なんだ。あ、2体です。2体出したの私。これなんか出てくる。あ、出てこない。練習？あ、今声ありだった。この曲ちょっと聞こうと思ったのにすっかりスルーしてしまった。
クラウドツール、うん、いや、わからない、こういうの。プレイヤー攻撃禁止、ジャンプ禁止。あ、本当だ、ジャンプできない。へえ、面白いね。へえ、うん、どういう遊びをしたらいいのかちょっと私にはわからないんですけれども。へえ、こういうのもあるのか。トロフィーを見てるんですけど、ここが美しき世界、さっき撮った A2 エンディングクリアですね。で、多分ここは 9S なんでしょう。ってなると、ここは何なんでしょうね。次にやるルートでまた新しいイベントか何かがあって埋まるのかな。で、ここが 9S で、レア度を見てみると、やっぱ 9S より A2 の方が見られてるのかなっていうねえ。そういうもんかね。で、ニーヤレプリカントって一番最後のエンディングを見てしまうと、ちょっとあのトロフィーコンプするには大変な事件が起こるじゃないですか。あれどうなんすかね、今回もあるのかな。バミブメモさやかです。いつも動画の視聴ありがとうございます。新エンディングを見て少しいろいろ考えたんで、今の気持ちを動画に残しておこうと思います。まず 2B が自分を E 型だと自覚していたかについてなんですけど、これは自覚があるというか、むしろもう何度も 9S を殺してきてるのかもしれませんね。パート30でやったサブクエストで、記憶喪失っていう赤い髪のレジスタンス、本当はヨルハ E 型だったわけなんですけど、その時の 2B の反応を見ると、 E 型の存在は知ってるし、自分も E 型として 9S についてるのかなと思いました。一方で 9S は E 型の存在を知らないんですよね。スキャナータイプは情報収集に長けてるからこそ人類はいないっていう真実に近すぎすぎてしまうけど、でも機械生命体の情報収集もしなきゃいけないし、そのための 2B だったのかなって思いました。司令官自ら情報を渡してきたのはよくわからないですけど、と今更遅ればせながらそのことに気がついたわけなんですけど、これを踏まえてくるとね、いろんなところでの 2B の言動がうわーってなってくるんですよね。なんかいいですよね。真実っていうか、エンディングまでやった後のこの伏線を振り返るのってすごい大好きです。で、2B が 9S を殺してきたからこそ仲良くなっていくのが辛くて、ナインズとも呼べないし、 2B はまあ内心辛いでしょうけど、仕事人間でしょうし、2号機ですしね、仕事だと割り切ってたんかもしれませんね。だからこそ A2 に 9S をよろしくねって言ったのも、自分じゃできなかった 9S の身の守り方、見守り方、救ってほしかったのかなって思いました。で、一方の 9S なんですけど、2週目の 9S サイド、かなり不穏な文章があったじゃないですか。お前は 2B を丸々したいと思ってるんだろうって文章ですけど、これ濁してある部分は、壊したいか殺したいと思ってるんだろうじゃないかなと。 9S は心のどこかで気づいてたけど信じたくないのか、いや、他人の特典の部分を否定したりさ、必要に ついたりするのって、実は自分のコンプレックスだったり気にかけてる心理状況ってあるじゃないですか。ああいうのと一緒で、機械生命体のやることに意味なんてない、感情なんてない、その裏返しで
すべてを信じてない、すべてを壊したい、すべてに絶望している、すべてを手に入れたい、すべてに愛されたいってなってるのか、おかしいかなまあでも機械生命体は、なんか壊す殺すことで生を実感してたり、生きる意味を見出そうとしているようだったんで、資源回収ユニットで 9S の心の中に入った時に 2B をめった刺しにしていたのも、当で 2B タイプの戦いで壊すって言ってたのも、 9S の最大の愛情表現だったのかなって。てか当ではここで会えてよかった、本当によかったって言ってますからね。資源回収ユニットでは心の中の出来事だったし、 2B 本人じゃなくとも現実に現れて、 9S のここやっと殺せる的な感情というか表情をしてますからね。アダムの言った通りなんですかね。まあ今んところ話したいのはこんなところですかね。なんか壮大な勘違いをしていることがあったら恥ずかしいんですけど、まあ今の私の知識を語ってみました。ご清聴ありがとうございました。まみむめもさやかです。それでは ABC エンディングが終わったので、ゲームスタートでどういう始まり方をするのか見てみましょう。 C エンディングの始まりと同じ開始、すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。トゥービーの声久しぶり。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を。つまり今すぐ D エンディングを見ようと思ったらこっから始めればいいっていうことですかね。どうしよう。森の王様からやろうかな。いや待ってよ、こっからやろうかな。チャプター7から始めようと思います。あ、さらに分けられるのね。パスカルのな、ここから始めましょう。 2B から。2B だ。9S、 それなんだっけ、神器っていう刀だっけ。ちょっと紹介し損ねたんですけどこの2人のクエスト何回見なきゃいけないんだ。というわけで、ガイドのところまでやります。いたいた。何何海の向こうの別エリアに逃げようと思ってる。逃がしてくれるモグリのレジスタンスがいる。逃がし屋、どうやって。かなりのお金、船かなんか出してくれるってことかな。5万 G。 いよいよ。更新された。逃亡費用を渡すと彼らはいつか返すと言った。まあ別にね、返すっつってもね。あのタイプ見たことがない。これ敵兵発見しました。よし行くぞ。機械生命体に連行だ。迎撃する。ポット、解析を進めて。これ前なんか硬くてさ、なかなか倒せなかったやつじゃないの。全然減らないもん。これは時間をかければなんとかなるものなのかな。あ、撃ってった。今まだ減ってなかった。ちょっと待って。
あれ動いてない。あ、いやいや、まだ倒してないよ。ここ個体データが更新された。取れないんだけどこれ。たまにさ取れない時があるんだよね。諦めるか、挟まってんのかな。彼らは無事に海を渡れるだろうか。更新されたんだが、そこに赤いのがあるのはなぜなのか。あいきなり襲われた。最初から騙すつもりでいた。助けるよ。よしよしよし、どこだどこだ。この生体コードを持つアンドロイドの位置情報を検索。詳細不明。ただし最後に目撃された地点についての情報が存在。総合分析の結果、当該アンドロイドの現在位置は遊園地廃墟一帯と予測。わかった。オッケー、トゥービーの声いいな。ところでセーブデータどこにしよう。もうこれ消しちゃっていいよね。もうチャプター戻れるしね。消しちゃおう。なんだクエストの人ね。うん、記憶、形状記憶合金あるある。おパスカル。どうしてここに。ああ、そうなんだ、優しい。そっかそっか、優しすぎる。パスカル。ああ、なるほどね。パスカル、すごいな。なんかそんな気遣いまでできるとか。あ、切った。けど。大丈夫なの？よく歩けたね。謝って。それも、大変だね。あー、なるほどね。協力しよう。戦闘型に改造。怖い。彼に戦ってもらうってこと？うわうわこの曲使わないでよ。6回目もやるー、もやるー。ウェーブ、もやるー。つまり女の人は怖いっていう話ですね。はい、その通りで、女性って怖いですね。私も覚えときます。パスカルが先にどっか行ってくれないと私気になっちゃうよ。いやしかしいい曲。